どうもこんにちは。即歌塾の子です。今回ね、刑事物語、武田鉄矢さんの若い頃の作品です。まあ、日本にもジャッキーチェーンブームを起こそうということで、白羽の矢が立ったのが、灯籠剣の使い手、武田鉄矢さんなんですけども、このずんぐりむっくりの体型がどことなくね、ジャッキーチェーンに似てなくもないかなっていうふうに今思えば考えられるんですけども、でもね、この武田鉄矢さん、この刑事物語、ええー、加減なやつじゃけんっていうね、あの、 唇をかみしめての曲で一世をふびしたそんな時代があったのご存知でしょうか今回ねこれね高かったんですけど買ったんですよなんと2980円メルカリいや高いですよで高いんだけどなんで買ったかというとね刑事物語の DVD ボックス買ったんですよ DVD ボックスで1巻から5巻まで揃ってるかなと思ったらなぜかね1巻だけないんですよねこの DVD ボックス公式でですよこれちょっとあんまりじゃないですか 1> 1巻だけわざとなくてで、4つ揃ってね、そこそこ、まあいい値段なんですよ。で、買ったら、1巻ないから、1巻これ、アマゾンプライムでタダで見れるのに、これ買っちゃうじゃないですか、これ。で、こうやって、刺して、払い揃いま,揃いましたって言ってから、1個だけね、色あせてで、変なんですよ。まあいいですけどもね。ということで、刑事物語、やっと全巻揃いまして、えー、5話までで完結でございます。 まあ第1話第2話第3話と結構勢いのあるねいい作品だったんですけども4話5話特に5話はまあなんかちょっと予算ちょっと足りなくなっちゃったのかなと最終回を思わせるようなね、えー、ちょっと作りになっているところもまた思い出深いということでございますなんかね今でいう大物の役者さんの駆け出しの頃がいっぱい出てくるんでなかなかこれは面白いですよストーリーよりもそういったね昭和の役者さんの奮闘ぶり これをね、楽しめるんではないか,ろうかと思います。『刑事物語』これ全巻持ってる人ってあんまりいないんじゃないかなと思うんですけどねまあ見させてもらいますありがとうございました。